どうもシリオです、今回怒りの後付け実況となります。というのもですね、天下統一戦カーソルの初期位置、あれなんとかなんないですかね。普通ってまあデフォルト全国対戦でよくないですか。こうコイン入れてゲームログインして、そのまんまボタン連打して天下統一戦に行っちゃいましたっていう感じで、8コストで、9コスト大会やっていこうと思います。こちら、初めにバリューの伏兵を、分岐に当てれて、ただここはちょっと突こちらの突撃オーラが止まってしまって、相手の突撃が入ってしまうよろしくない形で、相手の伏兵を柵前と読んで芝生で踏みに行こうとしたんですが、ちょっとここ緩急圏で当たってしまってやばいなという形で、ここ芝生で乱戦したかったんですが、ガクチンが迎撃されてしまってかなり開幕やばい形で、こちらは、次相手が攻めてこられた際にかなりやばそうなので、ギブの桂戦を打って城に戻って城内回復速度を上げていく。でここでバリュー、しばし分金と立て続けに、なんか帰ってくれたぞそして分金もなぜか許されていく。あれいいのかこれ。なんか普通に開幕攻めてこられたらかなりやばい形になっちゃってたんですが、許してもらえたので、ここはもう調子に乗っていきましょう。こちらの部隊が復活して、ただここ相手が号令打てるところなので、ちょっとでも打つ前に、ラインを下げ、ラインを下げないようにしたいが、ここで相手は号令、老主の大号令。ここはもう一回帰って防作を犠牲にして兵力を整えましょう。でこの際にちょっと先に、まず一番先に芝生から出して、芝生で突撃を受けることで、こちらメッシの号令さあ行ってくれ。これは芝生使う時のテクニックなのですが、同時に出して号令打つよりも、芝生自体は武力4になっちゃうんで、武力6として突撃を受けてから他の部隊に号令をかけて、で武力4になった後すぐ下がって横弓という、このパターン芝生を使う上でかなり主張がしやすくなりますね。でただ相手が9コストで攻めてきてるので、ここの芝居陽子なかなか粘りがしんどそう。ここも A 艦の一発は許容して、他の部隊の兵力を整えカウンターを狙っていきたい。でここ、バリューで衝撃を一発入れれて陽子のオーラを消せたので、こちらの突撃が綺麗に入って、こちらほぼ兵力万全の状態でカウンターが取れそう。芝生は武力が下がる部隊で、ガクチンはマウント用の部隊なので、この2部隊が削れてる分には上等なので、ここはもうそのまんま素直にライン上げていきましょう。このデッキはそうですね、削れていい2枚を兵力しっかり使って守って、兵力を残した状態でカウンターしたい3枚がこうちょっと後から出てくる形、この形を作れるとかなり強いんじゃないかなと思ってます。でここで緩急圏の縄文、で分金の城壁が入って、こちらは芝居を追い払って、まあそのまんまマウント継続で分金一発入ったところで、ここら辺で撤収しましょう。効果時間が、芝居は効果時間が伸びて 8.5 カウントデフォルト状態になって、知力で 9.1 カウントと思います。これ僕の目測なんで若干ずれてたらごめんなさい。
でここは相手が、万全の状態ではっついて芝居を打ってこられるとかなりやばいので、ここはもう兵力は若干不安ですが、メッシの号令。ここはですね、芝縁の青が張り付かれた状態で打たれてしまうとかなり苦しくなるのでという感じですね。で相手は芝縁天井の声赤、このあれなんですよね、この秦軍のこの帰路計略のこの打った後のウェッウェッみたいな音って、これ何の音なんでしょうね。お、ここ陽子迎撃取れたの美味しい。こちら文金を撤退させてしまう、これはよろしくない。相手の文金も撤退で陽子を城内で受け流して撤退で、相手のこの立ち回りはおそらく再起っぽい。芝生ちょっとここ雑に扱いすぎましたね。栄冠の一発入ってしまう。でここで芝居を撤退させたところで、相手の残り部隊が栄冠なので、ここはもうなるべく時間を使っていきましょう。この相手の奥義が再起だと思うんでね、このなんていうか、再起をずらしてる時のこのじらしてる感じってあれですよね、女の子が耳なめ手こきをしている際に、男のおちんちんがこうビクビクってなったタイミングでまだ行っちゃダメみたいな感じでじらす、その気分が分かりますよね。やっぱこの再起ずらしてる時って割となんかこの自分が主導権握ってる感じがして気持ちいいですよね。まあ理解していただける方結構多いんじゃないかなと思います。で相手は、残り12カウントで芝縁、チョイスは赤。我が前には天井への道が敷かれている。うん、これはもう芝生の復活待ちなんで特に言うことないですね。でここはできることなら迎撃取りやすいように芝生に合わせて出場させてメッシの号令で、ここはもう緩急拳打ちたいんで、芝生で1回突撃受けてから緩急拳、どうせ切っちゃう部隊なので1回でも相手の突撃を確定でいなせるのはこれかなりアドバンテージ取れますね。でここで緩急拳が武力24になって、でここで相手は陽子の辛抱遠慮、チョイスは青。武力プラス4に加えて、わずかながら粘り効果がつく、四季の上位互換の計略となっておりますね。でこちらちょっとバリューが削れてしまったので、万が一の負け筋を消すために、増援の方即軍防護、これ即軍があるんで、城門は緩急圏で守れそうなので文金には右側に行ってもらいましょう。でこれ右側万が一一騎打ちとかでこれまくられるかもなって思ったので、一応念には念を押して文金を打っておきます。ここちょっとデカめの内乱が入りそうだったんで、そうですね、ここで陽子を撤退させて勝ちかなという感じでしょうか。ここまで見ていただいてありがとうございました。そうですね、開幕、まあちょっと相手が秦軍というのもあってかなり慎重に来てくれたおかげでなんとかなったという感じでしょうか。8コストでも戦えるぐらいにこのデッキ強いよっていう感じで、まあ、よろしければ使ってみてください。最後に宣伝なんですけど、こちらの音声作品のジャケット書かせていただいております、DL サイトさんにて販売中ですので、よろしければお願いします。それではお疲れ様です。さて、天下に向けて歩かぞ。諦めよ。進め。見切った。
嘆く暇などありませんよ。進め。ありゃ、奇抜すぎました。諦めよ。さっさと出さんく。前線を立て直す。時は来た。今こそ決着の時。諦めろ。進め。諦めよ。速やかに鎮圧せよ。行くぞ。突き進め。諦めよ。なんたることか。すべて策の通り。我ら光栄の働きで前線を立て直す。成功法あっての奇策ですから。援護を。さっさと出さんく。気合い、根性、攻撃。援護。諦めよ。突き進め。私がやらねばならん。前線を立て直す。我が前には天井への道が敷かれている。不届きなやつめ。進め。ままならぬものだ。突き進め。嘆く暇などありませんよ。突き進め。突き進め。これも策の一応。
ゆるりと向かおう。オール解放ファスター。勝つべしはルオとパサンク。なんたることか。我が前には天井への道が敷かれている。突き進め。我ら光栄の働きで前線を立て直す。嘆く暇などありませんよ。時は来た。今こそ決着の時。これも策の血よ。ままならぬものだ。私がやらねばならない。行くぞ。